復活。すみません、携帯がおかしくて。復活です。復活しました。よかった。すみません。すみません、携帯がおかしくて復活しました。お腹が空いてやばいです今。お腹が空きすぎて。はい、お腹が空いてしまいました。今はラーメン食べたいね。事務所の Wi-Fi のせいではない。ラーメン食べたい。ラーメンか。でもラーメンかも。ラーメン食べたいね。牛タン麺はね、食べたいけど今日は食べれなさそうですね。壁にメニュー貼ってあるから違います。時計見てました。いけるかなっていう。食べに行きたいので。はい、お腹が空いて。はい、アンパンマンみたいに力が出ません。他にメンバーいますよ。ハダゴンと行こうとしてる。ハダゴン町。高畑町です今。はい、先に私が一旦終わったので、ハダゴン待って、でまたそっからまたお仕事なんですけど、はい、高畑町ですね。休憩があるので、その休憩で行こうと思います。今日もまだ3月ってね、怖いよね。本当に昨日ね、結構怖かった。まだ3月気分でいた高畑さん怖かったね。もう4月中旬なのに。ユニットのリハーサルではないですよ。はい、リハとかないです。ユニットのユニットのリハとかないですけど、はい、楽しみですね。もう待って、明日じゃん。やばいわ。明日なんです。怖いです。はい、大丈夫かしら。大丈夫かしら。てかさ、まださ、マネージャーさんに泊まりですとか何も言われてないんだけど、私どこに泊まればいいのね。劇中なのかな。私劇場に泊まるんですかね。本当に何も聞いてないんだけど、後で確認しないといけない。劇場ですかみたいなね。もう最悪劇場か、まあ、メンバーのお家に乱入しようと思います。ちょっと寝かしてって言って。もう少し早めに確認を。いやいや、言ってって感じだから、こっちからすると。言ってよみたいな。言ってくださいって感じ。宿なしだったら、はい、悲しいね。
ね、もう自腹で宿を取って、まあ、自腹でってわけないね、後で請求します後で請求します。無塾やめて、無塾はしない、劇場にいます最悪、はいまあこんなこと言ってるけど安心してくださいね、多分大丈夫なんで、はい、あなるほどね、車で来て、あ車で家帰れば確かにね、それはね、あスーパー銭湯で泊まれるね、確かに。栄の付近にありますか、スーパー銭湯、サンシャインの近くに。また朝も早いんでね、そんな遠いところには行けないんですけど。あでもなんかさ、なんかで行った気がする、サンシャインの近くに泊まれるところみたいな、ちょっとめっちゃ昔すぎてあれなんだけど、そう、あ、安心お宿だ、そうそうそうね、そこ行ったことある、なんか、はい、なんかっておかしいけど、うん、皆さんこんなこと言ってますけど安心してね、大丈夫なんで、きっと、また日曜日から雨なのかな、日月火水となんか天気が悪い気がする、こんな今日は晴れてるのに、なんでだね、天気が悪いので皆さんお気をつけください。そう、来週は天気が良くないんです、一応雨なのかな、ね、だよね、何時から降るんだろう、まあ、でもね皆さんちょっと有観客っていうやつもありますので、気をつけてお越しください、雨なんだ、雨なので楽しみだね、何するかとても楽しみです。いいね、本当に。28時間テレビはあれやっけ、何時から始まるんでしたっけ何時から、あ、3時か、3時ぐらいの、確か3時ぐらいでしたね、3時から次の日の5時ぐらい、4時半とか4時ぐらいとかかな、あ、2時から、すみません、3時じゃないです、やばい、ご情報を言ってしまう、2時からです、皆さん本当にさ、なんかいろんなさ、タイムスケジュールがあるじゃない、それを見すぎて、わけわからなくなるんですよ、ちょっとあのチームケイツ対抗企画とかわかるよ、7時半からでしょ、それは、そう、ちょっとそういうのは把握してるんだけど、あの見すぎてわからんくなる、はい、今言い訳選手権だから、3時ないので言う、言い訳選手権、うん、まあ、2時からです、始まるスタートは、はい、危ないね、劇場に来る方は危ないね、特に、私お仕事で遅刻したことない、ないですよ、すごくない、もちろんギリギリはあるけど遅刻はないかな、あ、そのなんていうの、しょうがない遅刻はあるけど寝坊で遅刻とかないかな、うん、
ないです。はいはい、うん、このナッキーさんの前で言えないけどそう、ギリギリです。ギリギリできてますね。まあでもなんか朝弱いけど、なんか目覚ましでなんか止めちゃう人、なんかこれも何回も話してるけど、音でか結構バンって起きちゃうから、そんなにあれかな。そこに関してはやっぱさ、寝坊しちゃう人ってさ、まあなんか、まあもちろんね、目覚ましかけ忘れとかあるかもしれないけど、なんか音鳴ってんのに起きない方とかいるじゃないですかね。まあそれはしょうがないものなのかもしれないけどね、でもそれが原因だなって思います。音鳴ってんのに起きない人すごいと思う。あ、でも分かる、目覚ましより早く目が覚める時もある。で、やばみたいな、遅刻したと思ってパッと時計見たら全然1時間前とか、なんならまだ全然6時とか、なんなら5時とかに起きちゃう時もある。そう、めちゃめちゃ焦るよね、その時。終わったって思うもん、やらかしたって見たら、時計見たら全然その時間じゃなかったっていうのはありますね。無理で二度にしますけどね、そっから。はい、お、出ました、ありがとうございます。769です、ありがとうございます。769です。ありがとうございます。肌がまだやってるかな。はい、まだやってます。はい、わかんないけどいや、高畑さん構図ってあのまだ分かんない何してるか今確認してこないと、うん、なんでもうそれ終わると思いますよ。はい、明日明後日は配信できそうだから、明日は始まる前にやって、次の日の朝にやろうかなとは思いますけど、はい、まあ、それか終わってからかになるね。はい、けどちょっとなんか寝落ちとかしたら怖いんで、できるだけ早めにやりたいって思います次の日とかマジ寝落ちしそうで怖いね。そう、怖いです。はい、寝落ちだけはしないようにって感じですけど、まあ、できる時にやろうと思いますのでよろしくお願いしますね、終わってからはね、怖いんだよね、寝てしまいそうで。はい、なので私はあの絶対にやりたいのでやります、多分。はい、どっかしらではやると思うんで安心してください。終わってから事務所やれば寝ないよ、帰らせていち早く家に帰らせていち早く家に帰らせてほしいわ、それは。うん、はい、ということでね、皆さん明日明後日は、はい、ちょっとまあ挑戦っていうテーマっていうのもあるんですけど、まあ、好きにとっても28時間テレビっていうのは、はい、あの本当にそれ自体が挑戦なので、はい、皆さんぜひね、温かく見守って応援していただけたら嬉しいです。お願いします。ハタゴンの声は聞こえませんそれでは皆さんありがとうございました。
また明日よろしくお願いします。バイバーイ。